おはようございます。ですね、インターネットが今つながれてないので、まあ、後からちょっと出かけないといけないんですけれども、来たところなんですが、その前に、編集だけですね、まあ、声を取ってですね、編集だけやっておこうと思っています。で、まあ、朝起きたときに、ちょっと、まあ、大阪の頃また思い出してしまったんですけどね、ドイツのある町を背景に話していたことがあるんですけれども、まあ大阪の話はその前の話なんですよね。まあ当然私の人生なので時系列があって、ですからそのドイツのとあるドイツの町以前の話が大阪の話になるんですけども、私は大阪で生まれた人間ではないんですよね。大阪で生まれたわけじゃないんですよね。大阪は最初の印象が歩く人が非常に速いなっていうね、記憶がありますね。歩く人がなんかエスカレーターを上がるのもね、ちょっとマナーが必要なようなね、具体的なものは忘れましたけど、名古屋もそれなりのね、町だと思うんだけど、それ以上のやっぱり、まあ日本ナンバー2というか、まあ大阪の人たちはナンバーワンだって思ってるかもわかんないし、もしかしたらそうかもわかんないですね。まあそんなでしたけど、まあだからだんだん自分の意思とは反対に非常になっていくって日っていうのは情けじゃないというね、非常になっていくわけですよね。まあ冷たい人間になっていくっていうね、それがまあしょうがないことなのかなと思いながら、例えば会社でも辞めちゃったら転落するわけですからね。そうすると人情酒場とかね、人情食堂とかそういうところで激安弁当とかそういうところでお世話にならないといけないのも分かってるんですよね。実はまあ、大阪で会社に行かなくなったからなんですけれども、で何だったっけ、失業保険なんてね、すぐ出てきませんからね。まあ、今回コロナ禍で飲食店大変でしょうけど、で全額も出ないしね。でボーナス払いっていうか、ボーナスがある会社の場合は失業保険はボーナスは高度に入らないので、そうするともっと少なくなっちゃいますよね。だからやっぱりあんまり良くないんですよね。仕事辞めても保険があるからとかね、失業保険もらいながら食べていこうとかね、あんまり考えない方がいいんだけど、まあ、やってみないと分かんないかも分かんないですけどね。そんな、目覚めの三枚おろしと、まあ、魚おろしたわけじゃないんですけど、ちょっとこの後出かけないといけないので。